ああああああ、です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 。ラジオ枠でーす。どうもー、どうもー。うん、こんばんはー。よろしくお願いします。寝る前に、一枠だけやります。まったりやりましょう。まあ、この時間、ゴールデンタイムだから、一。はい、こんばんは。音聞こえてます。ま おっと音が回ってるな。はいんばんにゃーンンー誰だか分かるってすごいね。いやーお風呂入ってきてすっきりしたよう。いい感じですよ。聞こえてるね。ちょっと待ってね。いツワードちゃんで、おーワード2。よいしょ。音どうだろう、これで。コメント読み上げになってるね。音聞こえる大丈夫音聞こえる まったりやりましょう。1枠だけ30分だけやります。どうも。大丈夫かな見えてるかな見えてます聞こえてます銭湯行ってきた、銭湯行ってきた。銭湯行ってきて、のりこが長風呂だから帰ってこないから、まあ寝る前に一枠やろうかなとか思って。どうですか皆さん。音オッケー、ありがとう。 今日は開放さん綺麗に撮ってくれたああこちらこそなんか嬉しいっすね優しいリスナーさんだね解放ありがとうって言ってくれるリスナーが解放にいるんだよないやー嬉しいよ本当に解放ねえ不器用だけど頑張ってると思うよ解放は不器用だけどすげえ頑張ってると思うよ器用なタイプじゃないけど本当真面目だよねひたむきにやっててうん さっき YouTube 見た。うん。海保さん優しくていい人だなぁと思う。まあね、でもね、やっぱ面白くないといけないからっていう。もどかしいよね、やっぱ。もどかしい。見てて。やっぱこなれてきちゃってるから、俺自身が。うん。海保ピュアだね。うん。なんかいい感じにね、配信者として閲覧も伸びてきてるし。なんかいい感じにね、応援してくれる人を掴んでいってほしいなぁと思うけど。 いやー俺は頑張ってないよ。ずるばっかり。ああ、りがとう。アイテムありがとう。KP100 個ありがとうね。キツネ2号さんも、アイテムありがとう。いやー俺はダメダメ。うん。守りたくなる解放のこと、うん、最初写真綺麗に撮れてたよ。わどちゃん、逆路線で撮影すると思ったらびっくり。まあまあね、綺麗に撮ってあげたいからね。やっぱり、お助性だから。騙されないでねって心配になる時ある。 赤い方がだまされんの。だまされるのも人生だよ。だ、う、ま、ん、されるのも人生だし。だまされた時にだます側になるのか、だまさないようにしようって思うのかじゃないの。人にだまされた時に。だます側に回ろうって思うのか、あだまして、あのこういう傷つくような人にならないようになろうって思うかじゃないの。うん まあでもね、あのー、まあね、元彼もすごいいい人だったろうしまあ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 、いろいろあるんでしょう、男女の中には。でも吹っ切れたみたいで良かったんじゃないのフフ <laughs> オーナメントありがとう。4つもくれたん貯ためといてくれたのかな。ありがとう。いやー、体調がすこぶる悪いね。絶不調だよ。体調がすこぶる悪い。 なんかふわっちあれだね今こんなに閲覧落ちてるんだねびっくりするよハゲだよハゲハゲるんだよふさふさか今日声甘いねいやそう普段普段こんな喋りじゃん顔が映ってないからそう見えるだけだよそう聞こえるだけだよ声甘いかなハゲるハゲる男はハゲるだからねハゲって,言って 言わない方がいいよハゲってハゲって笑ってるとね10年後東大のブーメラン育ってくるビタミン C 取ってるよプロフェッショは企画的にちょっとやってみたいなと思う本当にね別にハゲにコンプレックスはないんだけどあ全然なんか髪の毛生えたら面白いじゃんやってみてもいいと思うよ、うん どっか痛いとかじゃなくてね飯がまずいのと体が重いっていうのとやっぱ40時間寝たっていうのは結構相当だなとか思ってて疲れがどっしり溜まってるんだよね、うん、どっしり疲れが溜まってる感じかなほんと重たい重たいまあ今踏ん張りどころだよねやっぱあの20代が 若さで乗り切れたっていう勢いと若さで乗り切れたっていうのがよーく分かるね最近糖尿だと思う <laughs> 本当に多分ね初期の糖尿なんだろうなと思って今日あのサウナ4回入ったねうんこすり倒されたタイムラプスいいじゃん <laughs> そんなこと言わないでよ綺麗でしょプロフェッシャーの変化見てみたいよね面白いよね そう擦り倒されたっていうかいいじゃん頑張って取ってんだからなんでそうやって悪く言うのよ綺麗だねって一言言えないの最近外出多かったっていうかまあ辛労じゃねえの精神的にやっぱ参いてる部分とやっぱ結果が出てないっていう部分って一番答えるからそこだろうね、うん、プロペシャ企画やろうと思ってるけどね うん、まあまあ本当にね結構バタバタなんだよ最近ワード綺麗だよそうそうそうそのそのコメント待ってた、うん、ワード綺麗だよってそうそうこす、うん、り倒されたタイムラプスってねひどいよねそうそうでもなんか雲の動きっていいよね 今日ボーナス出たんだが w a に花火投げるか迷うないいよ自分に使いなよ、うん、自分に使いな w a いい匂いだよなんで匂い分かるんだよ <laughs> 風呂上がりだからかないいフレーバーしてる僕も、うん、いいよね飽きないよねなんかあのやっぱ映像やってて思うのが時間芸術なんだなって思うよねそうそう電柱わざと入れたの俺もねそこ がお気に入りだったから電柱がね結構味噌なんだよねアマゾンの機材多分ダメじゃないかなうんキャンセルだと思うなあ帰ってきた,た <laughs> 元気な子供みたいだ <laughs> 俺も今帰ってきたところでさのんちゃんタッチ読んでたの、うん、<laughs> であの,のんちゃん来ないから一枠やろうと思ってラジオ枠やってさいいよずっとやってちゃいいよ今日は寝るうん どう何回入ったいっぱいいっぱい何回よ忘れた忘れた俺4回でもう限界だったなんで掃除してんのほ、うんとね明日ねお客さん来るんですよ明日お客さんえー、っと16号さ和道担当直入に聞きたいんだけどさはい乱感尺育成の動画見て和道は腹かがえて笑ってるのだとしたら笑い和道の笑いレベルとかいや腹かがえて笑ってないっすねうん 抱えて笑ってないっすね、うん、はいまあ俺が演者だったらああはならないよ、うん、キャンセルだとしたらひどすぎるなあいやひどすぎるとは思わないけどね別に花火一発でミャンマーの子供が10日間生きれますああ ミャンマーの子供が10日間生きれるすげえな、そう考えると。あ10日生きれる、すげえなあー。考えさせられるね。10日生きれる。1日いくらなんだろう。すげえなー、そう考えると。お金って何なんだろうと思うよね。10日生きれるってことは50円で1日生きれるのか。 すげえな,なんかうんなるほどねでも俺日本人なんだよ <laughs> ミャンマーの子供ミャンマーの子供と比べられても俺日本人なんだよ東京住まいの日本人なんだよ東京住まいの日本人に ね、500円払えないやつがミャンマーの子供を救えるわけがないと思ってんだけど俺 <laughs> ひねくれてんのかなミャンマーの子供10人救う前にまず西新宿5条目の33歳をどうにかしてくれよそう思わない <laughs> そうそうそう,そう、うん、俺もミャンマーの子供が10人救えるのすげえいい話に聞こえるけど俺も食ってかねえといけないんだよやっぱ自分の かわい,い感じああ多分雅さんと戦うことになるんじゃないかなスライダーあスライダー欲しいっすね、うん、でもね16号さんね笑いのレベルがどうこうって言うけどなんだろうなうんうん もう俺は頑張ってるやつが好きかな、うんうん。頑張ってるやつが好きかな。はい、こんばんは。頑張ってるやつが好きだし、なんだろうな。あの、なんだろうな。頑張ってるやつが好きだし、ゆ、夢が見れないより夢見れた方がよくない 必ず、KO、してください、うん、頑張ってるやつはみんな好きだと思ううんうんまあ,あだから、まあ、弾丸塾に関してはそのプレイヤー配信者としてっていうのと何だろうその 企画側の人間としてってっいう葛藤はあるよ、ね、まあ俺も勉強中だしさ勉強していかないといけないしでも配信会が持ってる課題みたいなものと戦ってる気はするけどな馬道が頑張ってるのはファッションうん、うん、ファッションねレッテル貼るの好きだよな別に俺は自分が頑張ってるとは思わないけど ななんだろうなまあちょっとイラッとするよねそういうのはあんまりまあ気持ちよく読めるコメントではない糖尿を治せ <laughs> いや多分ね本当にガチに糖尿なんじゃないかと思ってきてるんだよ 色々こおう思い当たるることが多すぎるんだよ空っていいよね空っていいよねい,いいねそのコメントいいね <laughs> すげえいいコメントだな空っていいな、うん、いいコメントだな,なんてない言葉だけどすげえ響くな昨日イエメンが天城プレゼント抽選会やってて若手もいろいろ考えてるねうん考えてるよねおしっ 舐めてみろいやちょっと抵抗あるかなそれはちょっと抵抗あるかなうん頼むわのり <laughs> ち,ょ、うん、ちょっと抵抗あるなのんちゃんに舐めてもらう <laughs> 変態じゃねえかっていう、ねうん、体が騒音だから動けなくなったら何もできん病院の食事はまずいぞ うん、退屈だぞおおありがとう頑張るよ、うん、水8リットルまああの正直言っていい本当のこと言うと4リッターだけど倍に盛る癖がねいなん小学いつからなんだろうな多分ね転校した日からだね小学4年生のあの日から数字は倍にする癖がついてるんだよ だから、大体いい俺がリアルな数字を言ったら倍だなって思ってほしいね。4リッターだね。<laughs> そう、盛る癖がね、いつからついたんだろうな、俺。多分ね、転校したあの日だと思うんだよね、うん。転校した。盛らなきゃっていう。盛らないと成田では生き残れないっていうね。だから4リッターは飲んでますよ。8リッター飲む日もあると思うけど、まあ、ぶっちゃけ4リッターですよね。 4リッターは確,確実に飲んだよ。うん、カフェインばっかり飲むとよりそうなんだよねそれもあるんだよね。うん、<laughs> ありがとうアドバイスありがとう25さん、うん。処世術というかなんかあの4リッターも8リッターも別に変わらないじゃん。<laughs> あの日から俺はあの処世術なんだよそうそうそう。 やっぱ転校生小学4年生だからやっぱりその注目されていかないといけないわけだから <laughs>、うん、そうみんなにこうね本当に?」って言われないで生きていけないでもあれだよ中学1年生の時俺の同級生にもっとすごいやついたよ「島津くん」て「どうしたの?」っていじめられっ子だったんだけどそいつ「島津くん」つって「うん」って「俺の家さうん」 クジラ飼ってるんだよねクジラってるの?」って言って「いや嘘だと思うでしょ」っつって「いや嘘でしょ」って「今日来ない」って言うから家に遊びに行ったんだよ。うんもうすごい友達一人もいないやつだったんだけどで結構でかい水槽があって「島津くん」って「皆よあそこにクジラがいるでしょ」って。 言うんだけどどっからどう見てもアロワナなんだよねそうでもね俺ね明日のネタ作りのために「クジラがいるね」って言っちゃったんだよね「<laughs> <laughs> T 君クジラいるじゃん T 君の家」っつったら T 君めっちゃ喜んじゃって「だろ?」って「嘘じゃないだろ?」って俺なんのも,もうガンガン T 君 T 君がエンジンかかってきて「だろ?」って「俺嘘つけ扱いされてるけどクジラいるだろ?」って言って「いるねすごい」って「学校で言ってもいい?」って言って「もちろんだよ広めてむしろみんな遊びに来てよ」って言って「あの俺7人ぐらい連れて T 君の家にクジラいるから」って言って T 君の家行ってまあ7人がドン引きしてめちゃくちゃその後はぶられてたんだよね T 君。 T はやっぱり嘘つきだっていうことで3年間はぶられてたんだよね、うん、やっぱねあの嘘つきを見るとテンションが上がるっていうのは多分中学生の頃からうんアロアナだって言えばいいのにそうそうあそうだね3人だっ、ね、て <laughs> 7人も言ってないねうんそうだねじゃ T, T 君が俺に嘘ついたんだもん T くんがだってクジラいるっていうから、うん、そうクジラの肉あ,あんま美味しくないよなんか筋っぽい感じで臭いよねちょっとねいや T くん何やってんだろうな今本当に嘘つきだったからなあいつでもなんか良くない家にクジラがいるっていうクラスのさあの嘘をつく同級生いた なかなかつけない嘘じゃん。で俺はその T 君がついた嘘っていうのは結構やっぱ勇気がいると思うしあのそれを俺に打ち明けてくれたっていうところが俺は好きなのね。T 君はねあいつでもクラスの人気のあいつでもなく数学ができるあいつでもなくかけっこが早いあいつでもなく。 俺なら騙せると思ったんだよ <laughs> T 君は島津なら騙せるだろうっていうその絶妙なこう隙を見せてるわけじゃん中学生の頃からこいつならいけるっていうそうねやっぱり T 君からそのこいつならいけるっていうこいつならクジラいるって言っても騙せるってこう何て言うのかなこうさじ加減というかしょろいと思われたっていう。 その隙は、あのー、やっぱ配信会には大事なんじゃないかなっていう風には思ってるんだよね、うん、俺はロボットだって最後まで言い張ってるやついたそいつ、会いたいなぁ、うんうん、え、なんか小学校とか中学校の時にさ、そのそういう壮大な嘘をつかれたことない 俺でものり子と初めて付き合って俺の家泊まった時のんちゃんは魔法使いだって言ったからねのり子、うん、そうなんだと思ってのんちゃんは魔法使いなのって言ったうんって言ってたのんちゃんは魔法使いだからっつってうんうん悪女の嘘と違って夢がある嘘で気持ちのいい嘘じゃあ俺は嘘はつかないんだよこれだけ本当に覚えといて俺は意外と嘘つかないの話を盛るだけだから だから、持ったなって言ってほしいの。嘘だ、じゃないの。わかるわかる持ってはいる。ここはもう、お互いあ、ミーティングしないといけないの。そろそろ、キツネさんたちと向き合わないといけないなと思ったから、緊急会議を開いてるわけなんだけど、嘘はついてないんだよ。持ってるんだよ。うん。わかるうん。持ってるだけだから。そう。ゼロを、 100って言ってないから、うん、1を100って言うタイプだわ <laughs> かるわ、うん、かる嘘じゃないゼロじゃない佐野はロを100って言うから、うん、佐野とは違うんだ、うん、のり子はいい女だいい女と知り合ったなのんちゃんいいいい女性だね、うん ちょっと盛りすぎる癖があるだけで、うん、座談会なら池上が主催で人を集めてるぞほう素晴らしい1を100にしちゃう男なんだよね、うん、いや届いてないですねレンズと三脚、うん、残念ながら佐野はただのバカいや俺ね佐野は配信やるために生まれてきたんじゃないかなと思うっていうのもね俺リスナーさんと会うと 必ずこれ本当ななんんだよみんなリスナーさんと飯を食うと必ずリスナーさんが飯を食いながら佐野を小バカにするんだよ。<laughs> 佐野がいかにバカかっていう話って誰とでも仲良くなれんのリスナーさんと。これもう俺配信やっててすごいと思ってんの。佐野の悪口言ってるとみんな笑顔になるんだよ。どんな人でも。 どんな人でもうなちゃんマンがいかにバカかっていう話をするとみんなゲラゲラ笑うの。でこれ俺がやってるってことは日本中日本各地の1,000人ぐらいの単位で毎日佐野はバカにされてるんだよリアルに。<laughs> <laughs> そうこれってすごいことだよ多分おそらく1,000人単位ぐらいでどっかの居酒屋で配信好きの2人が2人が佐野をバカにして酒を飲んでるんだよ でその瞬間だけ幸せでいやすごいと思うよ佐野が全部悪いそう概念としての佐野 <laughs> そうメタファーっていうかなんかね佐野はすごいでかいことをやってると思っててうん <laughs> そうだねいや俺ね佐野ってすごいなって思うんだよねだからもうあのみん俺ねだから配信会で一番最初に教わったことねあの大手の配信者さんとまあ、力也さんっていう人がいて力也さんと あのちょっとお店に入った時会員証を作る時があったんだけどあの名前に「島津」って書いたら力也さんが「バカかお前」って言われて「あの会員証」と「会員証」っていうのは全部「佐野智則」って書くんだよっていうのが一番最初に大手さんに教わったことなの。ね あの配信が回る可能性があるところとかいかがわしいお店に行く時は全部佐野智則って書きなさいって教わったのが最初の教えだったんだ,だからでねあの結構いいよ、うん、だってあのリスナーさんとご飯行くだけであのあの3名様でもお待ちの佐野智則さんって言うだけで俺らおいしくご飯食べれるからねすごい幸せになるからね <laughs> いやこれは結構使えるテクニックなんでうん そうそうそう佐野友も3名様でだからあのレストランで3名三、ま、名男性佐野友則って書いとくだけでそうすごいいいいい感じになりますよ本当にうん、うん、いやあのねやっぱねちゃんまんはすごいよねやっぱりなんかうん佐野はすごいなと思うし佐野を超えるやつはいないんだよねうん いや今度使ってみてすげえ幸せな気分になるよ。うん、ちょっと横兵な態度が取れるようになるよ。<laughs> ちょっと店員さんに横兵な態度が取れるようになる。うんうん、<laughs> そうね。やっぱ佐野っていうビッグネームの傘下に、佐野の子供だからね、本当に。うん、いやあ、自称佐野。 いや俺佐野智則って配信やるために生まれてきたんだなって本当思うもんねバールは越えらんないだろうなあの伏線が半端ないっていうか伏線俺配信で伏線っていう概念があるんだっていうあの壮大な伏線だよね1ヶ月かかって回収されるんだけど俺あれだからワンピースで例えるとあの頂上決戦だよね白ひげと海軍の戦いだよねあれ。 あれは鶴之心すごいよな本当に大手企業の息子だったんだいや伏線っていうい俺すごいなって思うんだよあの伏線貼れる配信者って佐野だけなんだよねなんか全部言ったことが数ヶ月単位で回収されるんだよねなんかね誰かね構成超優秀な構成作家が裏についてるんじゃないかってね疑う時あるんだよあのできすぎててもう コンビネーションっていうのアンチリスナーと佐野の何だろう駆け引きっていうかなんか推理小説読んでるみたいな感覚があるよねなんかねうんすごいよねなんか壮大っていうかうん「天は佐野の上に人を作らず佐野の下に人を作らず」いやまあ本当にそのレベルだと思うようん。 でも俺だからその正当なやっぱ後継者ってさイガさんじゃ <laughs> あのさ俺本当に配信嫌いだけど配信その全然見なかった人だけど本当にユイガさんと佐野さんのあれをリアルタイムで見なかったっていうのは知らなかったっていうのは本当に人生なんてことをしたんだって思わない動画で見たことあるイガさんと佐野のあのなんだろう本当に。 なんだろうねあれは今考えるととんでもないことだよね本当にだからあれが見れないわけだもんねいつまでたってもドリームマッチだよね本当にいやストーリー必要だよストーリーが、うん、いやでも佐野にだけはなりたくないなもう <laughs> 結論なんだけど やっぱりその佐野を超えるやつは現れないと思うけどやっぱ佐野にはなりたくないんだよね不思議な存在なんだよねゴールなんだよ完成形でもありゴールなんだけど夢も希望もないんだよねあれね店がどうのこうのとか言ってるけどただバイトしてるだけだからねあれ金食いっぱぐれて。 なんかすげえかっこつけて新しい店が路面店がとか言ってるけどただ食いっぱぐれて干されてあのアルバイトしてるだけなんだよねうん捨て頃やっぱ年末じゃないの弁倒さんうん年末だろうねいや食いっぱぐれてアルバイトしてるだけでしょ <laughs> みんな知ってるでしょ言っちゃったっていうか俺は言うよ全然うんそれをあそこまで見え張れる佐野 そそう,そうクビになって10万払えっつってねまあ10万じゃ効かないよね本当にねいやすごいよねなんかあのただアルバイトしてるだけなのに毎週日曜日にあそこまでその壮大な感じでなんか店任された感出せるっていうのはやっぱ佐野しかいないんだよねいや前向きっていうか嘘つきだよね <laughs> もう言っていいそろそろ言っていいと思うんだけど嘘つきなんだよね本当に。 うん、ねえパートタイムジョブだからねかっこいいよねでもなんか勇気が出てくるっていうかうんいやだからねえゲルゲーよかったよ <laughs> できる嫁みたいな感じがすげえ痛くて最高に腹痛かったけどね三者祭りの時なんかあたい分かってるからみたいな「ね、<laughs> 佐野さんうち分かってるから」みたいな顔してビール配ってたゲルゲー俺忘れないよ 分かっとるかなみたいなそんなもうやっとるやんかみたいな顔してドヤ顔でビール配ってたゲルゲの顔俺忘れねえよ本当にコントだよあれ <laughs> <laughs> はいということであのあ悪口枠でしたすっきり寝れます、えー、皆さんおやすみなさい <laughs> お疲れ様ですケビ <laughs> よく寝れるぞこれ